ケージの前リスタートしてない、これそのまま行っちゃったみたいだな。リスタートしようね、ケージの前の、はい、とにかくさ、10分超えてたんでリスタートしてほしい、はい、ケージの前はリスタートしてほしい、はい、あんま長いとさ、はい、アップするのも大変だし、見る人も大変だからさ。で、終わったら、なんだっけ、デンタルケアと鼻と口周りね、きれいにしてくださいね。はい。ごめんごめんごめん。ただただ、まだ触れないで。はい、いいよ。はい、じゃあ休止してください。すごいことになカミカミカミしないと、その中いっぱいのご飯がいっぱい。普通にしといてもらっていいですか、普通で。あんまり上げると、気持ち悪いね、ストレスなんで、普通に支えといていただければ。何口の中で溜めちゃったらさ、うん、飲み込めないし、うん、口の中にいっぱい大丈夫かって言った神神しないの、神神あれ、さっき自分って何やりました？平野さんやって、これやってないね、まだね。やってない。やめ薬1回だけ。ロープを振って、詰まってきた。名前を入れて、小島さんのパーリだ。レントゲンと診断です。小島のパーリだ。小島さんのパーリだ。パンダ。パーリだ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 。見て、かけてきた。心電図とレントゲンと両方ね。一枚、ワンシャッターだけど、第四つ。四つ切りじゃないよ、第四つね。全然食べんじゃん。うん、そう、全部。全部出ちゃうじゃん。中田さん、うん、この子って奥に入れると食べるの？入ってかないけど。あんまり食べない。入ってかない。うん、もういっぱいもう。で、
持たない。手持って。手。今日出すな。薬まずい。ダイエットでは当たってる。薬まずい。でも食べ物もこの風にやった。薬のものだけじゃないね。ああ。普通の餌も。普通の餌もちょっといらないってこと。そうそうそう。ご飯食べてきてるからね、しょうがないんだけど。なんか新元素の名前だ。もしもそれぐらい。もし好きやん。新元素の名前入れてパーリーだ。ちょっと一回軽い気持ちだけど。心電図カルテはそっちに持ってってるからもうもらってさ、心電図名前入れて。さっきなんか、ブラシの時こういうの取って、ここにもついてるし、はい、顔離してください、はい、体はやっていいです。ただ前手が出てくるんだったら前手を押さえてます、はい、ごめんね、カメラはあり、うん、じゃあいいよ、きれいになった。はい、ハウスしてください。